木造アパートの1階で彼は夢中で絵を描いていた。描きたかったのは自分のこと、自分を取り巻く世界のこと。小さな頃から絵が好きだった。理由はみんなが褒めてくれるから。でも今じゃ褒めてくれるのは一緒に暮らしている彼女だけ。でも彼はそれで幸せだった。すれ違いの毎日だけど、彼女はいつもの置き手紙、桜模様の便箋が愛しい。気づいたら夜が明けていた。気づいたら日が暮れていた。気づいたら冬が終わってた。その日初めて絵が売れた。状況はすでに変わり始めてた。次の月には彼の絵は全て売れた。変わってくのはいつも風景。誰もが彼の絵を讃えてくれた。絵を買ってくれた人たちから時々感謝の手紙をもらった。感謝される覚えもないが、嫌な気がするわけもない。小さな部屋に少しずつ増える宝物が彼は嬉しかった。いつまでもこんな状況が続いてくれたらいいと思った。彼はますます絵が好きになった。もっと素晴らしい絵を描きたい。描きたいのは自分のこと、もっと深い本当のこと。最高傑作ができた。彼女も素敵ねと笑った。誰もが目を背けるような人の浅ましい本性の絵。誰もが彼の絵に眉を潜めた。まるで潮が引くように人々は去った。変わってくのはいつも風景。人々は彼を無能だとあざける。喧嘩が増えた。二人もやがて別れた。信じてたこと間違ってたかな。間違ってたかな。木造アパートの1階で彼は今でも絵を描いている。描きたかったのは自分のこと、結局空っぽな僕のこと。小さな頃から絵が好きだった。理由は今じゃもうわからないよ。褒めてくれる人はもういない。増える絵にも名前などない。気づけばどれくらい月日が過ぎたろう。その日久々に一枚の絵が売れた。変わってくのはいつも風景。その飼い主から手紙が届いた。桜も正しかった。信じてたこと。